なスパンが狭くなるとあ間に合わなくなる腰がやっぱりこう移動してこないとトップ落ちないんであとは動かないのでなるべくこの頭からじゃなくて全体的にスキーと一緒に裏に入るプラス、体の向きこれはちょっとこう横にならないようにしっかりとフォールラインに向けて、うん、置きましょう。やっぱりゆっくりね、ゆっくり、はい。落下を使ってこう自分が止まらないようにしっかり自分もこうスーッと降りるようにギュッと止めないように注意してください。